モジュレーションとかいろんなフィルターとかついてるんで、かなり複雑な音作りが可能です。こんにちは、クリッパーことクリッパートロニクスです。今回からアットリアさんの FX コレクション3の解説動画を作っていこうと思います。で、この FX コレクション3なんですけど、今回なんとアットリアさんがこのクリッパーに提供してくださいました。で、アトリアさんって言うとやっぱりシンセサイザーのイメージが強い方も多いと思うんですけど、まあ、アトリアさんって言うと精巧なエミュレーションが得意なメーカーさんなんですけど、まあ、そのモデリングに加えてオリジナルのプロダクツに対するリスペクトだったりとか愛情だったりとかで、あとやっぱりアトリアさんお得意のこんなこといいな、できたらいいなができるアドバンスド機能が特徴です。で、この FX コレクションは全部で26種類のエフェクトをプラグインとして使うことができます。で、VST、AAX、オーディオユニット、NKS、各種のフォーマットに対応してるんで、まあ、ほとんどのデジタルオーディオワークステーションで使うことができます。で、クリッパーはどっちかっていうと、シンセいじったりとか、曲作ったりするっていう方が好きなんで、あんまりエフェクターとか、そんなすごいこだわってるとかじゃないんですけど、今回せっかくアトリアさんに提供していただいたんで、一からエフェクトも勉強するつもりで動画作っていけたらいいなって思います。ではアトリア FX コレクション3、楽しんでいきましょう。今回は使い方っていうよりは FX コレクションを紹介していく動画を作っていこうと思います。で、とりあえず、ロジックのマスターのエフェクトのところでエフェクトを読み込んで、で、アップルループでいろんな楽器の音を鳴らしていきたいと思います。では、まずディストーションからやっていこうと思います。で、このディスト OP アンプ21っていうのは、テック21サンズアンプクラシックを再現したエフェクトです。で、アトリアさん独自の機能で、このアドバンスドで拡張機能を使うことができます。では、適当に音を鳴らしていきます。で、プリセットもかなり入ってるんで、ここから選んで音作りしていくことも可能です。結構迫力あるサウンドになりますね。ベースにかけてもいい感じですね。
では次はディストチューブカルチャーをやっていきます。で、このディストチューブカルチャーは、カルチャーバルチャーっていう真空管を搭載して、ラインレベルの信号にハーモニックディストーションを加える、ハンドメイドのスタジオのアウトボードを再現したものです。では音を鳴らしていきます。もちろんアドバンスドモードもあります。フィルターですかね、これ。こっちがハイパスかな。なんかいい感じにアナログのディストーションみたいな感じでかっこいいサウンドになりますね。では次はリバーブ系をやっていきます。で、リバーブってわけじゃないんですけど、これも一応空間系なんで、で、リバーブってわけじゃないんですけど、これも一応空間系のエフェクトに入るんですかね。
で、まず EFX フラグメンツ。まあ、これ以前クリッパーチャンネルでも取り上げたんですけど、まあ、オシレーターのないグラニュラーシンセサイザーっていう感じで、まあ、クリッパー的にはめちゃくちゃお気に入りのエフェクターですね。まあ、この EFX フラグメンツめちゃくちゃ楽しいエフェクターなんで、まあ、もし興味あったらクリッパーチャンネルの方の動画見ていただければと思います。で、リバーブプレート140は EMT140 っていうリバーブの名器を再現したエフェクトです。では次はリバーブのスプリング636で、これはスプリングリバーブの636を再現したリバーブです。
で、リバーブインテンシティはアートリアさんオリジナルのリバーブです。モジュレーションとかいろんなフィルターとかついてるんで、かなり複雑な音作りが可能です。で、あとはエンベロップフォロワーとファンクション機能で、まあ、これも多分モジュレーションできると思うんですけど、複雑な残響が作れそうですね。結構トリッキーなのも得意な感じですね。では次はプリアンプとかイコライザー系のプラグインを紹介します。で、まずテープメロファイ。まあこれも以前クリッパーチャンネルで取り上げたんですけど、まあこれはサウンドのソースをみんなメルトロンのサウンドにしちゃうみたいな感じですね。このやっぱテープの質感が面白いですよね。トリッキーな使い方だけじゃなくて、このドライブとか使っていい感じにサウンド変えることも可能です。まあ、トリッキーな使い方だけじゃなくて、こういったサウンドの質感変えるのも結構いい感じなんですよね。
このシトラル295は、まあ、いわゆるバスマスターエフェクト的なプラグインで、まあ、ミックスとかに使う感じですかね。で、ビジュアライザーで波形を見ることも可能です。じゃあ、ミックスされたサウンドを読み込んでみます。で、プレイ1973はニーブのプリアンプを再現したものです。ぶっちゃけクリッパー、プリアンプがあんま使ったことないんで、扱い方ちょっとわかんないんですけど、まあ、プリアンプはキャラ付けするっていう感じの使い方ですよね。結構歪ましたりもできるんですね。
で、トライド A は、イギリスのコンソールの黄金時代を築いたトライデントコンソールを、トライデントコンソールを再現したものです。で、クイーン、デビッド・ボーイ、エルトン・ジョン、ピーター・ガブレイルなんかが使ってたみたいですね。コギとか結構明るい感じになりますよね。アコギは結構なんか明るくて派手な感じになりますね。こういう極端な歪みもできますね。で、プレイ V76 は、これも V76 っていう有名なプリアンプを再現したものです。
まあこんな感じで次回もエフェクトの紹介できたらいいと思います。